まして、 第2回の 引き口流以来 兵法 2.1流のご縁でございます。まな弟子であった 山本 角義が 会津 新島 西武 流と 会津 小野派 一刀 流 両派の権利を集約し、 これに大刀 流 会津 の法を加え、 14年の 歳月をかけて再編成し、 無限神道流慰安術として創始された権利である。 第2会場 関口流慰安平前 兵法2.1流。 関口流慰安の流祖は 関口一郎左衛門氏成で元禄の頃、肥後藩士の伊沢長秀が熊本に伝え、後に肥後流居合と言われるまでに広まっていった。肥後細川家では関口流と宮本武蔵を流祖とする二天口流を多くの藩士たちが競って共に治めたと言われる。 関口流居合では14代の青木菊郎の時、二天一流の師範家の一つ、三刀清武より受けた教えを明治、大正、昭和の長きにわたり守り、関口流と合わせ伝え、今日に至っている。
Thank you.